位でアメリカに入るか夢だ。まだこれに、討論の最中恐れ入ります。スタジオさん聞こえますでしょうか。こちら記者会見場ですが、今中森明菜さんの記者会見が始まりました。どうぞ続けてください。テーブルの方に上がりました中森明菜さん、まず一番目につくのは髪の毛が短くなっています。バッサリという感じで来ています。そして、壇上に上がりまして、まず報道陣に深々と頭を下げました。今ご覧いただいている映像チカチカしてますが、これすいません、ちょっと映像の、はい、映像のトラブルではなくて焚かれているフラッシュですから、お間違いないように、はい。すいません、ちょっとこちらですね、騒音がひどくて、はい、スタジオの声がなかなか聞こえないような状態ですので、はい、どういう話になるのか全く見当もつきませんので、はい、しばらくこのまま、はい、様子を見たいと思います。はい、今着席なさいましたので、この後記者会見の方このままお聞きいただきます。発表をさせていただきました際に、報道関係の方々の、並々ならぬご心配とファンの方たちのですね、ご心配を彼女が、くれまして、ぜひ、そういうことであれば、元気な姿をですね、皆様の前に、見せることによって、ご挨拶に返させていただきたい。その時に新しい旅立ちに対しましてですね、本人の意向をここで述べさせていただきたいということで、こういう会を催させていただきました。皆様、よろしければご清聴いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしいですか。山本社長、一言ご挨拶の方をお願いいたします。ただいま中山代表から話がありましたように、この28日に新会社設立のための記者会見をいたしましたが、本人はぜひぜひ年内に皆さん方に私の元気な姿をお見せしたい、そして私自身から皆さん方に私の真意をお伝えしたいという希望がありまして、急遽本日記者会見となったわけでございます。ですので皆さん、私の声よりも言葉よりもご本人の言葉を一つぜひ聞いてあげてほしいと思います。6ヶ月ぶりに皆さんにお目にかかる本人でございますが、どうぞ。じゃあ明菜さん、どうぞ。はい、皆さん、年も暮れそうなこんな皆さん、本当にお忙しい時間にこんなにたくさん集まっていただきまして、本当にどうもありがとうございます。皆さん生きていらっしゃる限り、一人一人いろいろな悩みを抱えて生きていらっしゃると思います。それを一生懸命乗り越えて頑張っていらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思います。私も自分なりに必死に耐えましたし、頑張ったつもりです。ですけれども、勝手な自分のわがままな行動に出てしまい、皆さんにこれまでもこんなにまでもご迷惑をおかけし、そしてご心配をおかけしたこと、本当に深くお詫び申し上げます。そして何よりもやっぱりテレビの向こうで今もうすぐ来年を迎えようとしている私の大切なファンの皆様、ごめんなさい。これからは、辛いことに負けないように明るい私でいきたいなって思います。仕事は仕事をしていく限りはいいことばっかりではありませんし、辛いことの方が多いと思いますけれども、
これからは新しい私が心の底から信用していけるスタッフの方たちに囲まれて仕事が順調に進めていけるんじゃないかなって思ってます。いろいろな希望を抱いて皆さんに明菜の笑顔はいつもいいなって言ってもらえるように頑張っていきたいし、そういう素敵なスタッフとみんなと一緒だったら辛いことも耐えていけるんじゃないかなって思います。これから一生懸命皆さんにご心配ご迷惑をおかけしないように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。あの、蒸し返して悪いんですけども、申し訳ないですけども、あきなさん、もう少し、本人の説明をお聞きいただけませんか。はい、どうぞ。そして、年内に元気になった私の姿を皆さんに見ていただきたいと、わがままを聞いていただいてこの席を作っていただいた今私の隣にいるワーナーパイオニアの山本社長さんにご迷惑をおかけして申し訳ないという言葉と、そして心からお礼を申し上げます。本当にどうもありがとうございます。そしてこうして皆さんの前に出れるように毎日毎日元気つけて励ましの言葉を送ってくれた近藤雅彦さんにも、私なんかよりももっともっと辛い苦しみを与えてしまったと思います。そのお詫びと心からありがとう送らせてください。本当にどうもありがとう。本日はですね、近藤雅彦さんにも、こちらの方に応援に駆けつけていただけるということで、励ましのお言葉をですね、いただけることになってるみたいなので、もう近藤さんもこちらの方に入られてるというふうに伺ってるんですけど、ぜひちょっとここで、呼ばせていただきたいと思います。今日も、先ほど近藤さんがご在宅であるということで、近藤さんのお宅にお邪魔してご挨拶に伺ってまいりました。今後ともまた一つよろしくお願いいたします。どうぞ近藤さん、こちらです。ちょっと前、前、ちょっと前、もう一回。写真の方はまた後ほどということで、はい、近藤さんどうもありがとうございます。いろいろとこういう体験の場に、今日なかなか近藤さん来ていただけるかどうかっていうのは分からなかったんですけども、お忙しいところですね、時間を割いていただきまして、急遽来てくれていただけるということになりました。ちょっとまた近藤さんからも彼女に一言ですね、励ましの言葉を、はい、いただきたいと思いますのでお願いいたします。どうも近藤雅彦です。まず一番初めに喜ばなければいけないのは、彼女がこうして皆さんの前に出れたということだと思います。これはまあもちろん僕も、そしてまあここに今日来てらっしゃるマスコミの皆様も、一緒に、彼女を応援していってあげなければいけないと思います。まあこの半年間事件のことに関しては黙っていなければいけないという辛い立場にありまして、僕にとって非常に
辛い半年になりましたが、こうしてまあ明菜ちゃんが復帰するレールを引くお手伝いが少しでもできたということにすごく今喜びを感じて、1989年最後、こうして飾れたということが一番僕にとって嬉しいことです。まあ来年僕も歌手として10年を迎えるわけで、歌にドラマにレースに、そして NHK 紅白歌合戦に出れるように頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。でまず聞きたいのはこの日この日に関してですね、やろうっていうのは申し訳ございません、後ほどご質問等はですね、いや質問じゃなくて、はい、これはあの事務所の会見なんですけど、今ね、はい、テレビで生中継してますよね、はい、番組のためなんでしょうか、どっちなんでしょうか、その辺ちょっとはっきりさせておきたいです。これはあの合同の記者会見になっていますので、なるほど、はい、はい、を中継しているということで、はい、なるほど、はい、はい、はいはい、進めてください。時間の方もですね、あまりございませんので、ここで質疑応答に移らせていただきたいと思いますけれども、一人一人の方のご質問をお受けしておりますと時間の方も足りないと思いますので、時間をこちらの方で誠に勝手ではございますけれども、切り出していただきたいと思います。では、これからですね5分間の間、質疑応答を受けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あきなさん、体の、はいはいはい、あきなさん、ごめんなさい、はい、蒸し返しちゃって、じゃあ申し訳ないんですが、そうするとね、はい、今思い返して死のうと思った一番大きな原因っていうのは何だったんですか。いろいろ近藤さんのことですとか、はい、家族関係ですとか事務所とのこととか言われましたが、はい、その辺を一番ファンは一番心配してると思うんですよね。何だったんでしょうね。本当にこの短い時間では言いようのない、本当に辛いことだったんですけれども、私が仕事していく上で一番信頼していかなくちゃいけない人たちを信頼することができなくなってしまったっていうことです。あとは短い時間では言えません。仕事が一番の原因だったっていうことですか。はい、仕事をしていく上でのことです。その信頼できなく、すいません、はい、それをお話ししたいんですけれども、長くて伝えることができないんです。この場所を選ぶときにはまず近藤さんの部屋というのが頭に浮かんだということですか。はい、本当に今になっては本当になんて愚かな、なんてバカなって自分で思います。はい、っていうのはやっぱり一番自分が信頼のできた、信用のできた本当にたった一人の人だったんで、近藤さんのマンションに行ってしまって、そしてやっぱり一番最初に見つけてほしかったなって思ったんですけど、そんな一番大切な人をこんなに傷つけることになってしまって、どうしようもないバカだと思います。でも明菜さんの思い通りに、一番最初に近藤さんが明菜さんを見つけてくれて、そしてまた今日へと導いてくれたのも近藤さんの力が大きかったと思うんですけれども、今近藤さんにはどういうお気持ちですか。もう感謝の言葉を言い尽くしても足らないと思います。どんなことをしても償えないと思います。想像のつかない苦しみだったと思います。この半年間密に連絡をお二人取ってきたんですか。私はこんな迷惑をかけてしまったものですから、
私の方からはそんなわがままは通りませんから。でもちょくちょくと励ましのお電話をいただいたり、お手紙もいただきましたし、本当にみんなついてるから、あなたが元気になるのがみんなが一番嬉しいことだし、みんなが喜んでくれるし、恩返しなんだから、一日も早く元気になることがみんなへの恩返しだから、頑張りなさいということは。体のね、はい、具合なんですが、はい、傷がですねかなり深くてですね、神経までいってて、その手が動かなくなってるんじゃないかという報道もあったんですが、はい、その辺はどうなんですか。私は小さい頃から体は弱かった方ですけれども、転んでも泣かないたちだったし、怪我は精神で治すのは結構得意な方だったんで、お医者さんも、病院にいる時からお医者さんも回復力にはびっくりしてくださってました。ですから今はもう皆さんがご心配してくださるほど、もう全然元気です。あ、よかったですね。近藤さんにお尋ねします。はい、今までですね、いろいろ、はい、まあ、報じられたりして、はい、でもこうお二人一緒になるチャンスというのはまずなかったと思うんですが、はい、今日この場でこうしてファンの前にね、はい、姿を、まあ、お二人揃って表したわけですが、はい、これから先もずっと明菜ちゃんの支えとして、はい、支えになってあげようというお気持ち。もちろん必要な時には、はい、僕でよければね、いろいろなアドバイス、まあ、その他もろもろ、今日も記者会見に僕は出席する予定は最初はなかったんですが、中森明菜ちゃんと、社長の中山さんがわざわざうち、までご挨拶に来てくれまして、それだったら僕も一緒にということで出席させていただきました。秋田さんがああいう事件を起こしたときに、ね、お付き合いしてね、結婚しようとか婚約しようとかっていう話にはどうなってんですか。その辺秋田さんでも近藤さんでもいいですけども、お付き合い、まあ、ずっとこう半年継続してきたわけですよね、はい、ですから、まあ、大晦日で年が明けたらね、はい、婚約しようとか結婚しようっていう、そういう詰めの話っていうのは口に上ってきてるんでしょうか。どうでしょうか。そういうことは全くないんですが、まあ、須藤さんにお話しするとまた話がめちゃめちゃになっちゃいますので、めちゃめちゃっていうかね、嘘ばっかり言われてしまいますので、今日は須藤さんの質問は避けるという心構えでこの席に出席しました。以上。今総理ね、名指しで終わったの本当に聞きますけども、別にいいんだけども、いや、
Thank you.